我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。第二ハウス1へ。朝ですね。今は何時かな、5時16分ぐらいかな。ちょっと早めに終わってますね。だいたいここが5時半過ぎから撮るような形でね、いつもなってるんで、遅れてる時はもう5時40分とかそのぐらいやけど、まあかなり早く撮れてます。最近はね、ちょっと楽かな、ね、ご飯食べてますね。3人ずつで、ポポちゃん、マリンちゃん、ツルちゃんかな、ここでミミちゃんの方で、ね、食べてるかな。あ、キキちゃん昨日ご飯になったけど引いてなかったかな。あ、えらいこぼしてんねん、ここ。えらいこぼしてるわ。なんやこれ、いっぱいこぼしとるやん。これちょっとまた入れ直さな。いっぱいこぼしてる。ちょっと後で掃除せな。ね、はい、食べた。朝なんかちょっと喧嘩したよね、思ってくる。誰か来てないね。で、誰？みっちゃん。みっちゃんの。あれ、首は大丈夫？みっちゃんこんなとこな。首は大丈夫な。閉まってないな。ちょっと閉まり気味かな、みたいな。気ぃつけながらね、もう。ずっと、ルル、レオ君、アメちゃん。シャークもどこ行ってんの？シャークしたかな？ポポちゃん。ね。はい、トラキチ。トラキチちゃん。で、フーマくんあの上におったね、さっき。フーマくん。フーマくん。寝てます。アメちゃん、アメちゃん、ね、ロシとアメちゃんが喧嘩してたと思うんだけど、ちゃうね。くだり、くるみちゃんか、くるみちゃんこんなのこんな、あれ、あゆみちゃん、あゆみちゃんそこにあんな、今日はね。で、おばちゃんとキーボーかな、キーボー、おばちゃん、おばちゃん、何してんの。ほんと？レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、ね、レイちゃん。ほんとロッシーが見てない、下かな。え、あ、ロッシーここなの。ロッシーちゃん、ね、ロッシーちゃんとサビちゃんと、サビちゃん、それでミオちゃん、サビちゃん、あ、またちゃっかりでしょうね。ね、ロシこんな感じかな、今日は。ほいでソラちゃんとチャチャ君とチャー君がここにおることになってるはずやねんけど、開けてみようかねって。あ、おんね、チャー君ここにおるわ。チャー君に、あ、ソラちゃんね、ソラちゃんとね、チャチャ君いてますね、ちゃんと。チャー君。やだ、ゆったりしてんね。うつろいでます。ね。あれ、サイちゃん、ツルツルなんかしてんね。サイちゃん。サイちゃん。ね、こんな感じの、サイちゃん。ね。ソラちゃん、お、お子さん、あのルルちゃんね、ルルちゃん、あ、チャチャ君と、あ、ポーちゃんとね、
ドラ吉がご飯食べてます、ね、その横でスリ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 、ね、かわいいなお前な、よしよし、おいで、サイちゃん一生懸命スリスリしてるな、よしよし、感じかな、レオ君、ね、今日もぬくなると思うからな、ゆったりゆっくりしときや、ね、で、ま、マリンちゃん、マリンちゃん、ね、マリンちゃん、マリンちゃん、よし、ね、はい、以上です。第2ハウス1、何家、今日はハッチが1番、その次にまとったらにゃーんって今来たでしょう。ほんまにこの子賢いんですよ。カメラ動かしてから来るという賢い子。ハッチはそんな関係なしに来る。ドラちゃん来んね今日。ドラちゃんの子ね。はい、クロちゃん。クロちゃん。お前ってなんでそんな賢いん？クロちゃん。ね。これね。一番寄ってくるのサイちゃんか、もうクロちゃんやね、ポンさんのこと好きなんかな、なあ、よしよし、おいで、ね、クロちゃん一緒に今度寝ようかな、あなあ、ね、はい、ハッチはご飯で食べます。ハッチも一緒にね、ドラちゃんと3人で寝たいな、寝たい。あ、おーちゃんが入ってきた。おーちゃん今日珍しく外におったんですよね、今。おーちゃん、おーちゃんも寝ようか。なんや、よしよしよし。ね、はい、モカちゃん。モカちゃんと、これはリングちゃんかな？リングちゃんやな。首はみならわからんという、リングちゃん。ね、はい、リングちゃん。はい、モカちゃん。あとは、はい、麦ちゃん、はい、みこちゃんに、みこちゃん金曜日誕生日やね、みこちゃんも入ってた、みこちゃん入ってなかったな、見とかなかね、誰が誕生日かまだはっきり把握してんねん、ね、ブーちゃん、ないんや、クロちゃん今日何に泣いてんよお前、ああ、はい、それでマエちゃんがここかな、あ、え、あ、レオちゃん、エルサちゃん戻ってんの、先出たんちゃうの、戻ってたんや、ねえ、りょうちゃん、エルサちゃん。これ、何怒ってんの、りょうちゃん。わがままやんな、ちょっと動かしただけで。シャーって。なあ、よしよしよ。朝から近づいてます。ねえ。ぬくいな、りょうちゃん。うん、はい。まやちゃん。これ、おうちゃん。クロちゃん、ハッチ、あ、まやちゃんと、まやちゃん、おいで、まやちゃん、まやちゃん、まやちゃん、はい、おいで、まやちゃん、まやちゃん、来るんか、よしよし、よし、おいで。クロちゃん、おーちゃん、おーちゃん、あ、ドラちゃん来た、ドラちゃん、まあそれで
今週ね、できたらちょっとヘルプさんに相談して金曜日ビクちゃん連れて行ってもらおうかな、マンソンのね、あれ、まあ、それとあれ、ドラちゃんニキビのこともちょっと聞いてもらってもいいかなとね。まあこれミクちゃん、ね、連れて行きます。もうそろそろ連れて行かなかね、ミクちゃんな。大丈夫か病院な。一番やっぱり心配なのはやっぱり病院連れて行くまでの過程で、ね、脱走戦火が一番怖いね。なんでのクロちゃん、水ね。あとはモッチーかな、モッチー見に行こうか。モッチーどんなことしてんかな、いけるかな、モッチーは。あ、ここにいる、モッチー、モッチー、おいで、ね、元気そうです。こんな感じで、まあ、今日も雨降るんちゃうよね。なんかそんなあれ、まあ、暗いね。まだ温度は大阪も何度かな、 17.5 度あります。むっちゃぬくいです。半袖で全然いとけます。これで中が 21.6 度、何も暖房もつけてんで今 21.6 度あります。かなりもう春やね。チッパドルこんな感じでね、いつもと変わらないね、ボンハースの猫ちゃんでした。はい、僕家の子のキャー君、僕は長生きできたけど愛護センターにいる子は命期限が決まってる子もたくさんいてるんだ。猫を飼うときはペットショップで飼わずに介護センターの子を助けてやってほしい。お願いしますね。